パピーリリーチャンネル。どうもー、パピリでーす。ヘルメットね、買い替えたもんですからね。それでテスト走行、セラテンをね、取り付けてのテスト走行で、今出かけてきまーす。まあね、カメラのね、位置とかね、方向とかね、角度とか、それを確認したかったもんですからね。あともう一つね、音声がどのように撮れるかね、それを確認したかったもんですから。今こうやって喋ってるとね、どうも声がちょっとこもってますね。マイクでどのように撮ってるかちょっと後で確認ですね。バイクとね、一緒に購入したんですけども、なかなか納期が決まんなくてね、3ヶ月後ですよ、注文してやっと入ってきました。あと風切り音ですね、あとエンジン音とどのように捉えてるか、それもちょっとね、興味ありますね。やっぱりね、スクレイがね、ちゃんとしてるもんですからね、逆に窮屈ですね。うん、まあそっちの開放的なものにね、慣れてしまってるっていうのもあるんですけどもね。寒風山、大型村の方に行ってみようかな。まあやっぱりね、メットは窮屈な窮屈なんですけども、風切り音も前ほどではないんですね。うん、今のところいいですね。私の頭でっかいもんですからね、 XXL なんですけども、これ以上大きなないですからね。中のパーツ、これ以上ちっちゃくするってことできるのかな。もうちょっと開放感が欲しいぐらいですね。まあ頭を守るっていうことでね、こういう感じなんでしょうけども。今運10キロ出したんですけどもね、前のヘルメットだったらあれ風圧でかなり頭持っていかれたんですけども、さすが照英、エアロバッチリなんですかね。全然ヘルメット負担なく走れましたね。今さて、ここからねワインディング入るんで、ビミリの私はゆっくり走ります。昔こけたことがあるんで、この道で。雲はあるけどいいな、気持ちいいな。で、逆から見た方がね、ここ景色いいんだけど。もっとっとっと、あ、なんか。スマッコイ峠。よっほー。駐車禁止なんですけどもね。お、アフリカツインだじゃん。しまう。ひとやすみ、ひとやすみ。
HRB さんと休憩した場所ですね。あ、もが焼きそば食っていこうかな。いいか、いや、あとですよ、また今度ですよ。次は大型村に向かいます。大型村に入りました。しかしね、この、まあ、商品名まで来ませんでしたね。省営のね、GTA やなんですね。いろいろね、メリットは多いんですけども、一つだけちょっとね、自分のマイクのエンジン音が聞きづらくなった。うん、小さくなっちゃった。そこだけかな不満な点は。ただね、その代わりね、風切り音も小さくなりましたしね、スピード出してね、向かい風で、ヘルメットにね、負担がかかるっていうのもかなり軽減されたという、これはすごくいいことですね。うん、ただ実車のねエンジン音がちっちゃくなっちゃった。そこだけですね今のところ。ここ右でね、菜の原道なんですよ、ここ右側。まっすぐ行って道の駅よいしょ。トラさんじゃないよね、 M トラさんじゃないよね。